あれ宮迫さんは結局テレビに戻りたいんでっていう話をしてたんで、でも俺結構だから宮迫さんも今逆にチャンスでテレビに出れなくなったし、吉本もなんか契約解除状態なんだから、これ逆手にとって YouTube とかネットとかでバンバンやっていけばいいのにって思って聞いたら、俺は戻るべき場所があるってすごい強く、そうっすかねみたいな感じだったんですけど、僕的には。でもやっぱり彼らにとってはすごいこれから沈みゆく産業なんだけど、それでも戻りたいみたいですよ。いやだから俺ミュージカルやった方がいいと思うんですよ。いや俺見てみたいんですよ。だからね、クズとか、はいはいはい、それはあれなんですか、できるんですか、あのクズとしてって、うん、まあ、一回、グッズさんには出てもらってんけど、うん、まあ、なかなか頻繁にとかそういう、なんかがっつりとはどうなんやろ。クズの曲って結構ありますよね。結構ある、結構ある。10曲ぐらいあるんちゃうか。10曲でそれでミュージカルできますよ。なるほどな。自分たちの歌がそれだけあるとミュージカルできるよね。すでにあるじゃないですか。うん、歌とか演技とか、僕はすごく高く。実は、だから僕なんかそのお笑いの方よりも、はい、どっちかって役者とか歌手っぽく見えてるんですよ。僕の中でも。はいはい、宮迫さんは演技とか、はいはい、演技とか歌は結構年を取ってもできるんで、うん、70代、80代になっても全然できるんで、うん、やられた方がいいかな。いや宮迫さんは何回もテレビ番組でもお会いしたことあるし、プライベートでもうちの店来てくれたりとかいろいろしてたんでお会いしたことは何度もあるんですけど、まあ入江くんね、空手家の入江くんも何回も会ったことあるんですけど、まあね、ちょっと反社会的勢力のなんか忘年会、まあ、あれはちょっと俺も正直わけあめえなとは思いました。というのも僕もよく飲食店とかでそれっぽい人になんか絡まれそうになることあるんですけど、僕めっちゃ逃げてます。もう一緒に写真撮ってくれとか絶対断ってるし、飲食店で写真撮ってくれってやつ半分ぐらいは怪しいやつなんでと思ってるん で、 でそれがまたネットとかに上がったりとか週刊誌ネタとかにされてホリエモン黒い交際とかって書かれるとマジムカつくんで、こう危ない橋は渡らないということで、あすいません、あなた反社かもしれないんで写真撮りませんっていう風にバチって断ります。宮迫さん正直テレビで謝罪会見とかやったじゃないですか。あやってないのかな。YouTube で、ああいうテレビっぽい謝罪動画とか、あんま僕受けないと思うんですよね。だったら、もうちょっとなんか、開き直って、お笑い芸人らしく、面白い動画やればよかったのになっていうふうに思いました。まあ、そういう意味では、島田紳助さんとか、みそのちゃんの動画に出て、逆にこう評価が上がったというか、まあ、彼の場合はもう、芸能界に対して何年も経ってるんでっていうのもあるんでしょうけど、なんていうのかな、こう、ある意味吹っ切れてるし、まあ、彼の動画、僕もちょっとつい見ちゃったんですけど、面白い、正直。頭の良さが出てるし、面白いと思いました。もう多分、ライブ系のイベントとかできんじゃないですか。主催ライブ的な。はいはい。まあ、100万人ライブっていうのを一度やらせてもらって、はい、その騎士団さんとかいろいろ出ていただいたりはしたのは楽しかったね。そういうのは定期的に開催した方がいいですよね。でもなんかフェスいいですよ。うん、なんかこう、定期的に開催するの。うん、僕はね、マッチフェス的なものがおすすめですけど。マッチフェス、まあ、僕ずっとやってたんですけど。はいはい。はい、例えば、やつい一郎くんがやってる、はいはい、渋谷でやってるやついフェスとか。はいはい。オンラインサロンできると思います。できると思いますよ。大体できてます。全然できると思いますよ、オンラインさん。うん、一番簡単なのは、そういう音楽イベントをやるので、ちょっと企画会議からやりましょう、みたいな。ああ、もう、今だと全国の会員、ズームとかで繋いで、オンライン会議できるし、オンライン会議の時間を決めて、1時間とか決めて、この時間にやりましょう、みたいな感じで、うん、あとはネット上で、Facebook の掲示板とかで。交流をしていて、オンラインサロンはそういう風に使えるっていうか、なんかだから、うん、コアなファン層をコアな支持者を集めるためのプラットフォームですね。うん、まあ突如やらないとできなかった会見やから、とにかくもう伏せて2日間でやった会見なのよ、あれ。もう準備が、その吉本さんとのやり取りの中で、もうこれは会見するしかないっていうのを2日間の間にしないとできなかったから、うん、警備の人から何からもいろんなツテ当たって、そうか、独自にやったんですもんね。そう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 。だからまあ吉本さんに対してもうあんなことをしてしまったけど、改めてやっぱマネージャーさんとか会社ってすごいねやなって、2日間で やった時に、会社に例えば俺が何かをやって記者会見をします、会場なり何なり会社が抑えてくれて警備も社員がやってくれてとかを考えたら、むちゃくちゃしんどいことをいつもタレントのためにやってくれてんねやなと思って、そこはなんか気づいてなかった部分で、そうなんですね、変な感謝はあったけどね。近海強盗と写真撮ったって
雑誌に出たでしょ。あれね、ちゃんと説明はしたけど、うん、ほんまにトイレで出たとこで撮られた写真なんだけど、うん、飲んでもなければ何でもないんけど、うん、それを当時の店長さんとか、うん、横についてたお姉ちゃんとかが証言してくれてたことをワイドショー何も報じてくれへんやん。結局それが雑誌とかのその言葉だけ抜粋したものとかワイドショーで抜粋して言われてたらもう勘違いして最終的に俺金塊強盗と思われてたところやったからね。一瞬ね、そこだけ撮った人がねやめてと思って、結局ね騒動の後に金塊強盗ってなって契約解除になった。そうです、吉本にもすごい説明したよ。俺と初めて会った時って覚えてる？どこでしたっけ？お寿司屋さん。お寿司屋さんでした。あれか、渋谷でしたっけ？渋谷のお寿司屋で、後輩と来てて、カウンターに座ってて、で、まあ、挨拶して、まあ、あの、小里仲良いから。ああ。スピードワゴンの小里仲良いから、そのつながりまで挨拶して、3、4回飲んだことはあんのよ、確か。覚えてるか分からへんけど、その時は、大金持ちの堀江もんやって挨拶して、うん、最後に、俺払ったんだよね。いや普通に帰っていったから、俺払うんだよって思って、いや、もう、スーパー大金持ち、いや、年齢的には俺の方が上やけど、まあ、ええかと思って、そこは払って、はい、そこからまただいぶ経って、たまたま社員さんとカラオケボックスのパーティールームかなんかでしてた時に、トイレで、たまたま後輩と来てて、トイレで会って、一緒に飲みましょうよって、そこに。参加というか、うん、途中からバッて、あ、どうもって、うん、社員さん20人ぐらいおったのかな、うん、わーってやって、まあまあ一緒に盛り上がって、はいはい、先帰ったよね。そうでしたっけ。先帰って、俺のとこに伝票く、俺払うの社員さんの分俺払うのいやいや。飲みに行ったりしてるんですか、最近。ちょくちょく、でも、今なんか雑誌とかで、はい、西麻布六本木飲み歩いてるみたいなガセネタいっぱい出てるけど、うん、普通に家の近所のスナックです。うん、今この謹慎中に飲み歩いてるとかいうのもどうかなと思うから、近所の歯が一本しかない居酒屋さんがまさに、なるほど、大将の歯は一本しかないんです。